一面の杉林に囲まれたわずかなスペースに木造校舎がありました。これは徳島県の旧市宇村にあった旧片川小中学校です。ここは徳島県つるぎ町貞光。ここから貞光川に沿って国道438号を15キロほど遡ると鶴来町一湯にたどり着きます。この辺りが旧一湯村の役場のあった中心部です。ここから国道をそれて県道261号を片側沿いに6キロほど行くと大横という地区があります。ここが大横地区で、旧片側小中学校へは県道から少し上がっていきます。この道は児童生徒の通学路だった道です。上がってきました。ここに片川小中学校があったのですが、今は草木に覆われて何もありません。この辺りは運動場だったところです。石垣があって、この石垣の上に2階建て校舎が建っていましたが、跡形もなく壊されたようです。これは平成11年頃に片側小中学校を訪れた時の映像です。同じように県道から上がっていきますが、道がきれいです。20年近くも前なので雰囲気が随分違うようです。見えてきました。向こうに2階建ての校舎、そして手前には平屋の建物があります。この頃には敷地内に人が住んでいたので、運動場には野菜など植えてあり、広さなどよくわからない状態でした。石段を上がったところに2階建ての校舎がありました。旧市宇村立片川小学校は明治25年に創立。もともとここから500メートルほど山の上にありましたが、昭和29年の台風で倒壊し、昭和31年にこの地に新築移転しています。そして昭和53年に休校となり、86年の歴史を閉じました。旧市宇村立市宇中学校片川分校は昭和22年に文教場として開校し、翌年の昭和23年に市宇中学校の片川分校となっています。そして昭和41年に本校に統合、19年の歴史を閉じ閉校となりました。校
校舎の横から石段があります。石段は杉林の中へと続いていますが、この杉林はもともと畑だったところです。畑は山の中腹へと続き、そこには集落があったのです。これは片川小中学校の校区を表した地図です。ここが現在の学校跡で、大横地区の集落があります。そしてこちらが以前の片川小学校跡で、木地谷地区の集落があります。木地谷とは、遠い昔深い山に分け入って、土地の木などを探し出し、お椀を作る木地師と呼ばれる職人が住んだとされるところ。この地が秘境の地であることを物語っています。校区全体には83世帯の民家が記されており、400、500人が住んでいたのではないでしょうか。しかし現在では数軒の民家を残すのみで、ほぼ消滅に近い集落となっています。昭和の中期に栄え、後期には急激に衰退する、典型的な山間部の姿です。校舎の内部を見てみます。中学校が閉校になって33年、小学校が閉校になってからでも22年という歳月が流れていました。右にあるのは片川小学校の校章、左は校訓です。清く、正しく、美しく、とてもわかりやすくシンプルです。その他にもさまざまな症状がありました。これは片川分校の剣道の症状です。このくす玉は何をお祝いしたものでしょうか。卒業式、それとも閉校式でしょうか。ここは職員室だったのかもしれません。さまざまな教育資料が残されていました。子どもたちが勉強した数々の学校教材です。勉強頑張りましたか。楽しいな、みんなにっこり給食だ、清潔で楽しく食べよう、行儀よく、給食は楽しいですね。昭和34年頃のこの学校には140人ほどの児童生徒が在籍していたと言われます。昭和22年に一宇中学校片川分校がこの地に開校し、9年後の昭和31年には小学校が新築移転します。そこから中学校が閉校となるまでの10年間は小中同じ学校であり、集落には最も活気がある時期なので、さぞにぎわっていたことでしょう。昭和41年から昭和53年までの12年間は小学校だけとなります。児童数はどんどん減り、新入生はゼロとなり、当然のごとく閉校となります。学校がなくなれば集落の衰退に拍車がかかります。後に残るのは一面の杉林です。2階に上がってきました。
廊下の長さは22メートルと書いてあります。卒業生が訪ねてきたのでしょうか。黒板には落書きがありました。床には剣道着が転がっています。旧市宇村で3位に輝いた剣道です。引き出しには卒業式で読み上げるお別れの言葉が覗いていました。晴れやかですがちょっぴり寂しい卒業式、子供たちの息遣いが感じられます。でも和也大嫌いですよ。この片川小中学校を母校とし、この地を故郷とする子どもたちがいました。たとえ学校がなくなろうとも、たとえ集落がなくなろうとも、人間としての基礎を育んでくれたのは母校でありふるさとです。片川小中学校、ありがとう、ありがとう。